モニターから立って50代以上、モニター専門家、モニケンです。本日も皆さんにお得なゲーミング PC のセール情報をお届けいたします。今回は BTO PC のメーカーでも最も知名度が高いであろうドスパラ、ドスパラの通販サイトリニューアル記念ということで3月1日水曜日の10時59分までセールが行われています。で、このキャンペーンが、まあ、かなりお得なんですけど、まあ、こういうキャンペーンの定番でね、文章がね、堅苦しいんですよね。正直、真面目な文章を読むのめんどくさいっていう方も多いと思うので、モニケンがわかりやすく軽快なトーンで面白おかしく、しかし正確な情報をお届けいたします。それでは、行くぞ!で、まず、現在行われているドスパラの超お得なキャンペーンについて説明いたします。その名も、ドスパラ30周年ポイント大還元祭。ドスパラって30年も続いてた老舗だったんですね。知らなんだ。で、このキャンペーンがね、ドスパラ通販サイトリニューアル記念と合わせて行われています。キャンペーンの内容なんですが、名前の通り、パソコンを買った時にポイントがめちゃめちゃ還元されます。まず、キャンペーン期間は、通販の場合は4月3日の11時まで。店舗の場合は4月2日の閉店まで。ということで、通販の方がね、ちょっとだけ長いですね。っていうか、このキャンペーン期間長いですよね。1月末からやってたのに、2ヶ月半くらいやってることになります。新生活に合わせたキャンペーンにしてもありがてえ。感謝します。で、具体的なポイント付与内容は2つあって、まず1つ目が、パソコンを買った時につくポイントに、キャンペーンのポイントが追加で付与されます。付与されるポイントは買ったパソコンの価格によって決まって、最大で4万ポイント。まあ、4万ポイントは80万円以上のパソコンを買わないとダメなので、現実的に言うと30万から40万のパソコンを買った時の1万5千ポイント、20万から30万のパソコンを買った時の1万ポイント、10万から20万のパソコンを買った時の5千ポイント、まあ、このあたりでしょうね。それでも1万ポイントも付与されれば、実質1万円引きみたいなものですからね。めちゃめちゃお買い得ですよ、これ。しかも、このポイント還元って、普通のポイント還元とは別枠でついてくるので、楽天ポイントの 1% と通常のドスパラポイントの 0.5%。これらも付与されちゃいます。これ、美味しいです。で、対象商品は、当社製新品パソコンっていうことで、中古パソコンとかアウトレット品は対象外。ゲーミング PC 定番のガレリアは対象になっているのでご安心ください。で、二つ目が運が良ければもらえるポイントで、こっちのね、新品のパソコンを購入して、かつこのキャンペーンにエントリーしている人の中から、抽選でね、合計30名は、もらえるポイントが10万円分に増額になります。まあ、例えばね、この最初のキャンペーンの方で、15万円のパソコンを買って、5000ポイントもらいましたと。そしたら、こっちのダブルチャンスでも当選しましたっていう場合は、プラスでね、9万5千ポイントもらえます。で、20万から30万の PC で、通常1万ポイントもらえる人だったら、当選するとプラスで9万ポイント。合計して10万ポイントになるようにもらえるって感じですね。これ当たったらマジでうまいですよね。まあ、これはね、30名しかもらえないし、ぶっちゃけ運なんですけど、ワンチャンあるだけでも嬉しいですよね。なお、キャンペーン条件は、キャンペーン期間中にドスパラの店舗か通販で、キャンペーン対象のパソコンを購入、プラス、エントリーされたドスパラ登録会員のみです。購入前にね、ドスパラの会員登録を済ませておきましょう。で、このキャンペーンのエントリーも必要なんですけど、エントリーページはね、概要欄に貼っておくので、そちらのリンクからね、エントリーしてください。ちなみに、ドスパラポイントは、ドスパラでの買い物に1ポイント1円で使えるのはもちろん、Steam ウォレットに1ポイント1円としてチャージすることもできます。つまり、還元されたポイント分、Steam でゲームを買えちゃうっていうことなんですよね。もらえるポイントに確実に使い道があるっていうのは素晴らしいです。1万5000ポイントとか2万ポイントもあれば、フルプライスの最新ゲームでも2、3本買えちゃいますからね。ゲーミング PC でゲームをするときなんて、大体 Steam でプレイしますし、絶対ポイントが無駄にならない。今流行りのホグワーツレガシーも買えちゃいますね。新生活に向けてゲーミング PC を買おうと考えているなら、このチャンスを逃す手はありません。で、せっかくなので、このキャンペーンで買うべき、ドスパラのおすすめゲーミング PC も紹介したいと思います。
で、まず1台目なんですが、今回ね、リニューアル記念特別モデルっていうことで紹介されている、この真ん中の PC、ガレリア RM5C-R36T 通販リニューアル記念キャンペーンモデル。1台目はこいつですね。スペック的には、Core i5 の 12400F の CPU と、GeForce RTX 3060Ti を搭載した、ミドルスペックのモデルです。ゲーミング PC デビューとかの人にも、おすすめしたいちょうどいいスペックですね。フル HD のゲームなら、ほとんど 144fps で遊びますし、Apex や Valorant みたいな、軽いゲームなら 240fps 出すことも可能です。なんならね、WQHD でも、軽いゲームなら 144fps は出せますね。で、そんなグレートなミドルスペックゲーミング PC のお値段は164,980円。しかしここにね、さらにポイント還元が入って、楽天ポイント1649ポイント、通常のドスパラポイント825ポイント、そしてキャンペーンのポイントが5000ポイント。これらのポイント還元を合計すると7474ポイントもらえるので、実質157,506円で購入できます。これは安い。1段階下の RTX 3060搭載ゲーミング PC の価格と同じくらい安いですね。コスパめちゃめちゃいいです。48回まで分割手数料無料なので、月々3500円で買えます。月々3500円ならね、まあ親も許してくれるんじゃないでしょうか。しかもドスパラはね、発送も早いんですよね。現在なんと翌日出荷なので、都内なら最短3日で手元に届いちゃいます。すぐにゲーミング PC が手元に欲しいっていう人は、ドスパラが安定ですね。で、スペックの話に戻るんですが、CPU は Core i5 の 12400F なので、グラボのボトルネックにもならないちょうどいいスペックです。でそしてメモリが 16GB。これはちょっと少ないですね。最近のゲームってメモリを食うゲームが多くて、ホグワーツレガシーなんかは、フル HD でも、メモリ 16GB 以上が推奨されていますし、16GB はちょっと不安。なので、カスタマイズをしたいんですけど、カスタマイズで 32GB に増やすと、16,000円っていう結構なお値段がするので、自分でパーツを買ってカスタマイズした方がいいですね。SSD もね、500GB でちょっと足りないんですけど、こっちはね、6,000円で 1TB にアップグレードできるので、自分で増設するのが不安っていう人は、まあ、1TB にカスタマイズしてもいいかな。まあ、SSD に関しては、USB 接続するだけで使える、外付け SSD を使うっていう手もあるので、カスタマイズせずに、とりあえず使ってみるっていうのもありです。もちろん、SSD も、メモリもね、自分で増設する場合は、ネットでしっかり調べてからやりましょう。あと、このモデルはね、通販サイトのリニューアル記念キャンペーンモデルっていうことで、セール期間の3月1日までしか売ってないっぽいですね。こっちのポイント還元祭は4月3日までなので、なんだ、まだまだキャンペーンの期間あるじゃん。と思ってたら、狙ってたモデルが売ってないっていうことも考えられるので、注意しましょう。あと、モニケン的にもう1台おすすめなのが、ガレリア XA7C-R38。こっちはハイエンドモデルで、GeForce の RTX 3080と、Core i7 の 13700F っていうハイスペックなグラボと CPU を搭載しています。グラボは RTX 3080っていう4000番台が出るまではもうハイエンドの中でも使ってる人が多いモデルですね。てか4000番台出ても使ってる人少ないんで、多分ハイエンドで一番使われてるのはこれ。フル HD じゃ物足りない。WQHD や 4K のもっと綺麗な映像でゲームを楽しみたいっていう人向けのスペックですね。少し重たい WQHD のゲームでも 144Hz 以上で安定します。もちろんフル HD ならほとんどのゲームで 240fps 張り付き。どころか画質設定を落とせば 360fps だって全然いけます。4K まで行くとゲームによるかな。サイバーパンクとかホグワーツレガシーみたいな最強に重たいゲームだと60fps くらいまで落ちますけど、フォートナイトとかオーバーウォッチ2みたいな軽めのゲームなら 4K でも 100fps 以上出すことができます。まあ、これ買っとけばね、大抵のゲームで不満なく遊ぶことができます。4000番台が出たって言っても、4000番台のグラボはまだまだ高いですし、RTX 3080は十分高性能なグラボなので、全然現役だと思いますね。
そして価格は 269,980 円。もちろんポイント還元が入るので、楽天ポイントの 2,699 ポイント、ドスパラポイントの 1,350 ポイント、でキャンペーンのドスパラポイントの1万ポイント、この3つが入って合計ポイントは 14,049 ポイント。ポイント還元分を引くと実質 255,931 円で購入できることになります。 RTX3080 に Core i7 の13世代が25万円台で購入できるのはコスパめちゃいいですよ。これただね、唯一の弱点がメモリ 16GB なんですよね。これ、まあ、これ BTO あるあるなんですけど、スペックに対してメモリが少ないことが多いんですよね。このスペックでメモリ 16GB はマジでもったいなすぎます。ホグワーツレガシーやフォースポークンなんかは 4K や WQHD でプレイするときの推奨メモリサイズが 24GB や 32GB ですし、配信ゲーム機を高画質でプレイしようって思ったら 16GB はねちょっと物足りないです。なので1万6000円払って 32GB にアップグレードするか、自分でメモリを買って増設して 32GB 以上にアップグレードしましょう。あと予算があるなら CPU クーラーを水冷式にするのもおすすめです。 i7 の13世代は結構発熱するので、空冷クーラーだと性能を維持できない可能性があります。その他のスペックは特にカスタマイズしなくても問題ないでしょう。 SSD も 1TB あるし、電源もねギリギリの 750W なんですけど、将来的にグラボを変えたいとかじゃなければこのままでもいけます。30万円以下でハイエンドモデルを探している人は検討する価値は大いにあると思います。というわけでドスパラ通販サイトリニューアル記念セールとドスパラ30周年ポイント大還元祭についてまとめさせていただきました。ドスパラって BTO メーカーの中でも販売台数が圧倒的1位で、知名度も非常に高いメーカーですし、 CM とかもめちゃめちゃやってるので気になっていた人も多いと思います。ポイント還元自体はネットなら4月3日までと結構期間が長いので、じっくり購入を検討してみてはいかがでしょうか。もちろんね、サイトリニューアル記念セールは3月1日までなので、すぐ欲しいっていう方も今すぐ注文すれば都内なら3日くらいで届くので、すぐにゲーミング PC が欲しいっていう人にもドスパラは非常におすすめですよ。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!